はいどうも、無印良品大好きの沼田です。はい、今回ですね、時計ケースを探しておりまして、ちょっと無印良品に決めたっていう感じなんですけどね、名前は重ねるアクリルケース2段蓋付き引き出し台というものですね。小もありますね。はい、で何が蓋付きかっていうと、まあ、こちら上のね蓋が開くタイプになっております。はい、開かないタイプは500円ぐらい安かったかな、2500円ぐらいで売ってました。で、中のねこのベロアケースを、まあ、2つ、試しに購入してみました。ちゃんと入ったら、まあ、下の段にも入れようと思ったので、まあ、とりあえず、2つ、ちゃんと入るかどうか確認のために購入したって感じですね。はい、入ったので、まあ、またね、下の段も購入しようと思います。はい、で今回ですね、なんで蓋付きにしたかっていうと、まあレビューで、結構ね引き出しが出し入れしづらいぞっていう風にね書いてる人いて、確かにちょっとね出し入れスムーズではないですね。まあ作り上しょうがないのかもしれないですけども。でまあ、これとは別に、ベローケースセールでね売ってた、395円と295円大小とね、こちらもね買って使ってたんですけれどもね、はい、こちらのベロアケースはこのアクリルには入りません。なのでね、きちんと確かめて購入しましょうという感じですね。はい、ちょっと、深いんですよね、深さがある、入れ物なんで、がっちりしてるんで、これはこれでね、用途によってはこれはこっちの方が、使いやすいっていう場合もあるので、どうしてもねウレタンベルトだとちょっと丸めて保存するしかないので、なんていうんですかね、収まりが悪いんですよね。だからまあ、こちらのね、ケースはこちらのケースで、まあ、引き続き使おうと思っております。こうやって重ねることができるっていう感じですね。はい、まあちょっとまあアクリル比べれば収納という面ではまああまり綺麗じゃないんですけどね。はい、でまあなんでまあこのアクリルケース購入したかというと、まあ G-SHOCK がソーラー充電なので光を当てたいんですよね。ということでまあこれでね、理にかなった収納になったかなって思っております。はい、ということでまあ購入してよかったかなって思ってます。以上です。ご視聴ありがとうございました。